店内は、まあ、こじまりとしてるんですけど、すごく綺麗な、ところです。まあ、で昼食セットに関しては5つの中から選びます。カマンカイとかね、パッタイとかグリーンカレーとかバウライスとかトムヤンクン、グリーンカレー、そういったものが選べるんだけど、まあ、自分の好みに合わせて、ね、頼むといいかなって感じはします。今回どれにしようか悩んだんだけど、結局はパッタイにしました。カマンカイでもよかったんだけどね、なんかパッタイにしようかなと思ってパッタイにしたんですけど、すごく美味しいです。本当にこれね、お世辞抜きで美味しいです。自分はあんまり美味しくないと思ったらね、美味しいって正直言わないんですよ。うん、あ、まずいとも言わないけどね。だけど、基本的にはお世辞で美味しいとかいうふうには基本は言わないので、まあ、基本的にこの番組とかで美味しいというふうに言ってる、お店に関しては本当に美味しいお店ですので、おすすめできるところです。まあいろんなね、香辛料ちょっとかけてね、入れて食べたんですけど、すごく美味しかったです。やっぱパッタイうまいっすね。タイ料理とかやっぱ大好きです。まあ、タイに久々に行きたくなりましたけどね、まあ来月またタイに行くかもしれないんですけど、楽しみにします。